クッションみたいなやつ、クッション、クッション、あ、クッション、そうそう、ずっと叩いてる、ここいいかな、もうあんま気にならないですか、引きでは気になる、これ、そうね、そこだけ上からかぶせる、それか、あ、コンシーラーで、コンシーラーで、ニキビ見えないと思うやろ、加工してるからね。なんて言ったって加工してるから、そうなんです、めっちゃ綺麗くないこの肌、うん、めっちゃ綺麗、あれがいいねんけど、クッションって言いにくそうやって、クッション、クッション言いやすい、まださし、し、さしすせその段が言えへん、あ、いいんじゃない、もう、ああ、もういいです、これで時間かかるから、レオパージュの公演今日誰見てくれるんやろ、見に来る人いるの、レオパージュの公演今日、今いる人ですか、うん、いるのかな、いますかね、はい、はい、あとはキムさんにお任せします、あ、いや、それぐらいの髪の毛の長さが好きやってみんな言ってくれる、あ、でも女性らしく見えるかな、この長さ、ちょっと肩につき始めたみたいな、幼くもなく、うん、みたいな、お、いい感じの巻き、好き、最近好きになりました、ダンスめっちゃ好きです、おお、嬉しい、私もゆうちゃんのダンスが一番好き、やったー、嬉しい、ずっと言ってると思う、いや、ほんまに嬉しいんですよ、もう嬉しいんです、ずっと言ってるよな、頑張れる子や毎回頑張れる、何が好きなんですか、いや、なんか、うん、なんなんやろ、いや、見てて気持ちのいいダンスするよ、へぇ、なんかす、うん、迫力、なんやろ、でも止めるとこパッて止めたりとか、うんうんうん、強弱がうまい、うん、なんか好きやねんな、嬉しい、しなやかなダンス、うんうん、アキラさんのヘアしてほしいです、やばいよ、やばいよ、まずここ毛ないからここまでないからこのところからほんまにないから、バリカンから始めないと、レアやん、私のメイク姿、確かに、え、やってる、やったりする、一回でもショールームの配信とかで、あ、でも何回かやってるかな、でもそんな頻繁ではない、はい、確かに、やってるとこ見せんの初めてかも、そう思った、おお、ちゃんとこうやって、レア、レア、鼻も高くしてください、メガネ外れてる、外れてない、あ、大丈夫ね忘れてたもう肌隠したからもう無敵、はい、ウェイ、完成、うん、え、一番この子の顔面でメイクやりやすい人って言いますか、うん、やりやすい、
顔面やりやすい、うん、映えるなっていうか、あ、映えるなか、うん、誰かな、もうほんとちょっとしかやらんでも、うん、もうすぐ完成するのは慈悲、慈悲、あー確かに全部が整ってるからそうですよね、なんかもうちょっとやるだけで、うん、パッて顔変わるというか華やかになる、確かに、うん、やりがいがある、やりがいな、うん、確かに、でも割とみんなそんな感じやけどな、うん、でもそうですね、アイドルメイクするってなったらあれですもんね、うんうん、でもダンサブとかね結構濃いじゃないですか、私もずっとあのメイクがいいんですけどでもそうね、ダメじゃないですか、ね、ダンサブルは、アイドルはちょっとな、ダンサブルだけやからあれできるのって、うん、ゴリゴリやからな、本当にゴリゴリが好きなんや、ゴリゴリが好きずっとゴリゴリでいい、ずっとゴリゴリでいい、やばい、でも濃いメイクでだいぶ変わるもん、ほんまですか、変わる変わる、まあ今日はアイドルなんで、そうなんですよ、してほしかったなゴリゴリの、うん、いや見るの楽しいかもな、でもうん全然違うもん、全然違うから、またその機会があったらね、そうね、うん、ピンクメイク、yes. あれしてるかな、フィルターかってるからな、見えてない、うん、これちょっとあれちゃん映った、あれちゃん映った、すごい、あ、浮いた、え、すごい、メイクを、そう、メイク配信してるんですか、公開してるんですか、公開で、うち加工かけないと肌荒れやばいから、そう、すごい、上に来てるんだめっちゃこういうメイクしております、めっちゃツヤ出てませんか、すごいすごいでしょ、このメイク、すごいや、やばやばい、めっちゃツヤついてる、でかいよ、こういうメイクすごいな、すごいですね、めっちゃ、え、すごい、オイルギットギット確かに、なんかでもほんまにそういう感じなんかなってぐらいの自然さ、すごいよな、すごいな加工って、すごい、うん、すげえ、なかなかなんかメイク中って、うん、見ないですよね、そう、すごい、面白い、絶対見てて楽しい、私人のメイク見るとめっちゃ楽しいね。ね。何なんですかね。めっちゃ見ちゃう。確かに。ムーで見るくない。うん。うん、あと女性の方は絶対に好きやから。うん、かメイクさんにね、うん、してもらうのとか。そう。めちゃめちゃためになるんですよ。すげえ。肌。肌。気になる肌。肌の方が気になるか。肌がめっちゃおもろい。肌の方が気になるかな。いや、いいんじゃない。なんかこの格好すごい気持ち悪いんですよ。なんかが変わってる。うん、あー、ワンちゃん。うん、またこれかな。お気に入り。ピンクもね。でも今日二人おかしいな。いつもと違う。そうなんです。
っちゃ奥に入ってる学校。夜更かししてるからや。寝なさい。はい。キラキラが。キラキラが。キラキラや。ハイライン。ああ、うん、履きます。履いてください。履きます。ゆうちゃんなの？違うんですよ。ん？カラコンしてます。ポップかけていいですか？僕。あ、これですね。よいしょ。と、これか。失礼します。うん。シュールな絵やね、何喋らんけいつもただただやられるそう、やられるだけこの中のラインって引いた方がいいんですか？引いた方が目力が全然違うと思う。こっちもね。これって見たいする。ありがとうございます。太い。わかんわ。そう、あの肌の調子が悪い。目の調子も悪い。ダメじゃん。ダメじゃん今日。ダメじゃん。良くないじゃん。それ。ここ外れたもんね。産毛めっちゃ可愛いな、そっち。めっちゃ言われんねん、産毛可愛い。産毛？うん。言われるの？めっちゃ言われます。ちょっと待って、笑っちゃう。ちょっと喋らんときますね、うん、ちょっと待って。うん、笑っちゃう。やめろ。映っちゃう。映っちゃう。まつげは？あ、やります。はい。ひとまず完成です。あ、まだ。うん、すごい DMM さんの声が来てるねスタッフさんの声がすごいですね、うん、そうチムさんになりたいゆうちゃん触れるかそうハイライト大事大事加工ですでにツルツルピカピカなのねもっとピカピカになったひとまず終わり。OK。今から自分でマスカラして。キムさんにメイクしてもらいたい。開かないんですか？そういうの。なんで？そういうの開かないんですか？何？どんな？人にメイクする。あ、そう、人にメイク？はい。いや、開こうとしてるねんけど。はい。私も行く。で、なんで？できるじゃん。開こうとしてていいけど、うん、一回コロナで亡くなってあーありがとうございますでももう春からまたおタイミングまずさ私とさ、うん、ダニエルのさスケジュールが合わないのよあまずねそうですよねそうあしおんちゃんかわいいあ
商品にもなりたいって。私のこと大好きなんでしょうか、なんか。めっちゃ好私ってパッツンの方がいいんですか、それとも分けてた方がいいんですか。どっちも似合うけどな。どっちの方がいいやろって最近めっちゃ思ってて。どう見せたいかじゃない。可愛く見せたいか大人っぽく見せたいか。今日のゆえちゃんのテーマは今日のゆえちゃんのテーマアイドルメイク、ザ・アイドル、キャピキャピ。アイドルやねんけどな。確かに。メイク終わりです。チムさんにやってもらったもん、あとはマスカラで自分でやります。髪どうするの。マキのハーフアップで、うん、デコ出しがいいです。デコ出し好きよな、はるちゃん。なんか表情もやっぱ見えやすいかな。うん、偉いそこまで考えて。私もうずっとこれやからな。これでずっとこれやからな。それが顔じゃねえパフォーマンス。そう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 。そうそこ。そうなんすよ。顔じゃねえ。パフォーマンス。そう。それです。ありがとうございます。ちょっと隣に移りまーす。いいね。顔じゃない。パフォーマンス。名言。名言。ちょっと気に入りました。たはい。言うんやろ。はい、そう。ママにも、あんたなんで髪の毛上げへんのって言われたら、顔じゃねえ、パフォーマンス。かっこよすぎる。ママも黙るわ。ママも黙る。ちょっと、左の舞台が。今からアイプチします。なんか昔はなんかアイプチになんか道言われてたじゃないですか、このアイプチしてるとか。あ、言われてたね。とかでも最近あんまりみんな感じなくて、あ、今からアイプチするねって言いますよね。もはや言っていくスタイルだ、うん、言っていく方が逆に突っ込まれへんから。そう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 、確かに。んずっとほんまに左だけがね調子悪くて、ずっとアイプチしてるんですよ。いいとこにもっていいんですけど、これを残して前髪を上げてるので多分最後じゃないと。あ、後入れ暇からんわ。あ、じゃあとりあえず作るだけ。はい、あ、ちむさんの入れつ、前髪さんどうやって入れてるの。めっちゃ短くなる。そうなんですよ。だから後から聞いてないでしょ。後から伸びてるってこと。はい、あ、そういうことになってます。すいません。光がすごすぎて何も入ってこない。これここにアイプチをね。高めのなんか、うん、めっちゃ見える感じで作ってるのが。オッケー。お願いします。みんなに言われねえ。やんな、やっぱそうやんな。ですよね。うん、確かに。めっちゃ久々。めっちゃ久々。全然言わなくて。で今日おった瞬間、吉田千葉さんやー、ね、びっくりしました。確かにな。マスカラ、今からやりますよ。え、かわいい。え、あの人うん。マジ久々。そうやね。違う、これにメイクしようかな。かわいい。やばい。今日のメイクやから結構かわいい。もう見ないんです。遅いか。ね、あのホットビュールありますか。
あ、電池がないんですよね。今からありがとうございます。